いや待てよダド、まさか奥安、お前オラのことその金で近寄らせてスタンド攻撃しようって魂胆じゃないだろうな。やっぱりダド、お前オラのことそんなことに引っかかるとそんなバカだと思ってたな。もう許さん。いいよ、許されなくとも。だがもう遅いんだぜ。すでにてめえは十分ザ・ハンドの射程距離に入ったことに気づいてねえのかよ。空間を削り取って瞬間移動させる。取り戻したぜ。取り戻した？何言ってんだ。そのぐらいのことすぐに取り返して。気づいてないようだな、シゲシ。この時点でおめえの勝ちはもうないってことが。500万、何してたぞお前。理解不能、やめろと。なんでそんなことするんだと。理解不能、500万円だと。つまりよ、俺たちを傷つけたり殺したりしてみろ。この手形を直せるのは俺のクレイジーダイヤモンドだけだからな。だからお前の価値はもうない。ああ、なるほど、理解可能。そして次の時点でおめえの負けが確定する。再び理解不能、何してんだよ。野原拾ってこい、ハーベスト。気づいてねえようだな。ハーベストを拾いに行かせたってことはおめえの敗北なんだぜ。つまりよ、ここにいる二人の酔っ払いから誰がおめえ自身を守るんだ。あ、理解可能。やったぜ。さてと、シゲチ君、ちょいと簡単なお勉強しようかな。破片を集めてくんのはシゲチーのハーベストだ。そして誰のスタンドが元通りに直す？うん？誰かな？クレイジーダイヤモンドで直すのは誰かな？ジョウスケ。ジョウスケ？ジョウスケっつったのか今てめえ！ジョウスケ3です。よーし、ジョウスケ3だ。しかし今その手形をおめえから取り戻したのは誰だ？ん？名前言ってみろ。奥安さんです。よしよし、お利口だ。で、次にちょいとした計算をしようか。500万円をどうやって分けようか。恨みが残んねえようにするにはどう分ける？半分でいいです。半分？今ここに3人関わってんの分かったろ。それなのに半分ってのはちょっとおかしくねえか。算数的に考えても相当おかしいぞ。もしもーし、3等分です。そうだぞ、オラ一人だと集めるだけだ。オラが間違ってた。みんなで見つけた宝くじだったんだ。3人いなきゃ手に入んなかったんだ。目が覚めたぞ。オラ欲に目がくらんでた。恨みがないように平等に分けるだ。やったさすがバカだ。500万円だ。ぜひ我がブドウが丘銀行にご預金なされるとご安心かと思いますが。もちろん、ついにやったぞ、夢のようだ。待てよ、平等に恨みが残んないようにか。いや、おかしいぞ。恨みがないように分けるってスタンドの数を入れないと不平等だと。オラのハーベストの数を500ぐらいと考えると、あんたたちは一つだから500対1対1で分けるべきだと。違うか、こら。てめえ、こら、また揉める気か。話が終わんねえじゃねえか、ボケ。さとぶでいいの。高校1年の分際でこんなに持ってるとはちょいと許せんが、 To be continued。